おはようございます。朝から母を送ってきました。インチョン空港にいます。で、一回私はホテルに、ミョンドンのホテルまで戻ります。で、コンビニでキンパ買ってみました。バスの中で食べようかなって思ってます。さっきインチョン空港の行きのバスに結構食べてる人たくさんいたから食べれるのかなと思ってキンパ買ってみました。もう今日ラストデーで夜にも私も帰っちゃうので羽田の方に。あっという間の韓国だった。本当に楽しかった。あっという間に終わってしまうことがすごい寂しい。またすぐ韓国来たいと思います。またホテルの方について用意していきたいと思います。その後ほくろ取りのレーザー行こうと思ってます。なので最後にお土産とかいろいろ買って帰れたらいいなって感じです。はい、一人になってしまいました。外は雨が降ってます。結局寝てしまってホテルで食べたいと思います。を開けてみました。結構ごま油の匂いみたいなのがしますね。ちょっと食べてみます。いただきます。こちらもクソムリだ。うん、おいしい。眠たい。今の時間は9時ぐらいだったような気がします。8時過ぎ、9時、9時ぐらいだったかな。母が6時にあのインチョン空港着いたから、そこから帰ってきたからね。ここを12時までにチェックアウトして、13時にその皮膚のこのほくろ取るやつ予約したので、今日はすっぴんで行こうかなと思ってます。相変わらずスタイルがおかしいです。でもキャリアちょっとまとめないと本当にマジ物買いすぎて入んない。うん、うん、てかお腹の調子がずっと良くない。ずっとお腹気持ち悪い。多分韓国で欲張って本当にいろんなもの食べ過ぎたんだなって思います。1日に 2,3 回ぐらい便が出る。快便すぎる。食べ過ぎかな。うん、ちょっと1回寝よっかな。1時間寝て9時でしょ、10時に起きて、うん、今日は1回寝たいと思います。ちゃんと万全な状態でここを出て行こう、皮膚科に。では食べていきます。食べた後寝ます。おやすみなさい。はい、ホテル用意ができました。今日は肌治療行くから、このスタイルで行こうかしら。大丈夫かな。ダウンタイム長かったらどうしよう。そこだけちょっと心配。明後日ぐらいから撮影があるんですけど絶対バレちゃう。痛いのビビりだから怖いっていうのもあるし、ちょっとドキドキです。とりあえず行きます。はい、ということで今からカンナム駅に向かいたいと思います。カンナム初めて行くけんちょっとドキドキだけど、もう電車の乗り方とかほとんどもうできるようになったので、すごいワクワクしながら向かいます。無事
バス降りれました。よかった。ドキドキしながらバスに乗りました。でも意外と楽ちんです。目の前についてくれるので。そして私傘が行方不明になっちゃって、どうしようと思ってたら外晴れてます。晴れ女発揮しましたさっきまで傘持ってたから雨降ってもいいやと思ってたのに、傘なくした瞬間雨やみます。ガチ恵まれてるわ運がいいです。強運なんで。でホクロを取った部分こんな感じです。ちょっと痛いけど一番はビタミン注射の方が痛かった。またおしゃべります。ミョンドンの方に戻ってきました。お腹空いたので、昨日行ったカンジャンキジャンが美味しかったから、ラストはそこ行って帰ろうかなって思います。並んでなければ。もう意外と慣れましたね。韓国も楽しい、全てが楽しい。なんかビタミン注射を打ったんだけど、お尻に、そのお尻に打つ瞬間はマジで気づかなくて、いつ打ったんだろうぐらいのレベルなんですけど、打った後からめっちゃ痛くて、今も足に力が入らないぐらい痛い。なんていう痛みなんだろう、筋肉痛が中から来てるみたいな。の激痛版がお尻から右足のすべて、足のつま先までなんか電流が流れるような痛みが来てますね。いや痛いとは聞いてたんですけど、こういうことかって思いました。なんかレーザーでほくろを取ったのはそうなんだけど、この肌が薄いんですよ。私はこの肌の薄いのに効くみたいな、あのダウンタイムがないレーザーみたいなものをやってもらいました。平日の夕方前ぐらいなんですけど、あんまり人いない。土日とかとんでもない人だった割に、まあ、ここメイン通りじゃないからかもしれないんですけど、そんなに人いないですね。ここでもいいな。ここ一人でいいんかな。でもなんかすごい多そうだな。定食のお店に行こう。多いと本当に食べきれないんですよね。韓国って思ってる以上に全ての量が多いんですよ。なんでもし何かみんな遊びに来て頼むときは全部小サイズでいいです。少人数で来たときは絶対に2つ定食を頼まない方がいいです。1つ定食頼んで1つ一品とかにしないと結構本当に苦しくなると思います。相当な量がなんかプラスで後からどんどん出てくるから、気をつけてみてくださいママと食べに来たランチが、あのおだりチブ、ここです。昨日頼んだのは M サイズ頼んだんですけど、 M サイズでいい気がするな。美味しそう。これマジ美味しかった。ここのお店は一人でも来ても大丈夫なお店なので、もし一人で来たよって来て悩んでるよって子がいればぜひ来てみてください。サルモックスのみだ。サルモックスのみだ。ご飯も届きました。昨日とか夜に来たから結構私たちが入った後すごい人が来てたんだけど、この時間だと全然空いてますね。今16時ぐらい。じゃじゃーん、おいしそう。食べていきます。まず普通にかぶりつきます。チゲも届きました。美味しそう。
網の身を出すんですよ。まあご飯の上でいいです。で出し終わった後はちょっとしゃぶっといて。でおすすめの食べ方です。海苔と今ここに具を身を乗っけたんですけど、それを一緒に巻いて食べます。巻きました。手にあります。この中にお米をいっぱい入れます。ちょっと入れすぎた、ピチピチで、ここからすくって食べます。今そのカニの殻から米をいっぱい出してきました。最高。しなさい。てか袋鳥全然痛くなかった。びっくりした。私さ、前にも袋鳥一回やったことあるんだけど、ここマッチって痛すぎて、もう二度とやんねえと思って、もう 3,4 年経つわけですよ。今回は何で痛くなかった。クランチも美味しい。カニ味噌インご飯をこの上に乗っけます。この上に辛いキムチを乗っけたりしてもいいですね。ねえ、カムサムダン。サービスドリンク昨日も来たんですけど、本当に韓国はマジでいっぱい出てくるので、ケランチムとチゲは頼んでなくてもセットがついてきたりとかするから、本当に皆さん頼みすぎないように。いや、韓国で仕事があるなら韓国で住みたいぐらい、もう韓国に行きたい。もう大好き。もちろん日本も好きなんだけど、もう住みたいぐらい好きです。てかさ、これめっちゃなんかさ、辛いというか痛かった。これ食べてなんなんやろ。昨日とちょっとラインナップが違う。マジ全部どれ食べても美味しい。最高。オッケー、抜けた。やっぱ結構量ありますね。少なくなってきた。お米の量が多いのかな。普通に日本でもらえるご飯の量よりちょっと多めかも。ここの場所は明洞駅からめちゃくちゃ近いけど、普通に美味しいからみんな来てほしいかも。マジで美味しいし、駅から近いし、分かりやすい場所にあるけん、初めて韓国来た人でもこの明洞来たら取れる場所だと思う。結構やっぱ分かりにくい場所とか難しい場所とか結構あるんだけど、ここは本当に初心者向けです。最後寄りたいところ、オリーブエンドとかもう一回寄ってみるけど、今日人おらんけちょっとゆっくり見れそうかもしれない。いや、でもビタミン注射やっと足楽になってきたわ。お尻に打つってやってさ、え、痛いですかって言ったら、結構痛いよって言われてさ、どうしようと思ってビビってて、で、打つ瞬間一瞬過ぎて、いつ打ったみたいな。で、なんか最後このシール貼るから座って待っててって言われたの。で、座ろうとした時ぐらいから減ったってなって、お尻から足が、足のつま先まで電流が走るようなビリビリと力が抜ける感じだった。それがちょっとしんどかったな。あと肌、まあ肌が薄い血管が見えてるやつをなくすレーザーみたいなやったんですけど、そっちの方がなんか微妙な痛さでちょっと涙がちょって出てきました。肌もできたし、韓国今回全部満喫したんじゃないってぐらいしました。
とりあえず最後まで食べてまたお送りします。